こんにちは、玉置です。今回は23時ニジスターの4周年を記念して販売されたグッズが届いたので、こちらを開封して見ていきたいと思います。それでは早速見ていきたいところなんですが、今回も動画が長くなっていると思います。なのでいつものように概要欄にタイムスタンプを貼っておきますので、好きなところだけスキップしてご覧ください。ではまずは何を買ったか見ていきましょう。今回特典も欲しかったので2つに分けて買っております。ごめんね。妖怪バンカーのアクスタですね、これがね。で、あーなるほど、あーすごいことになってる。これは妖怪バンカーのミニポスターをね少しだけ買いました。これですね、まあ、2セットあるのかな、この袋が。あ、ノスタルジアコレクションのアクリルブロック、それとこれが特典ですね。そして2箱目、これがアクリルパネル、君の隣に虹三次のアクリルパネルと、あ、ポストカードセットですね、同じく。そして唯一ねランダム品が買えたので、これが4周年記念の、そうですね、 AA グループのチェキ風カードですね。それとアクリルファイル。それではまずは君の隣に虹三次とノスタルジアコレクションを見ていきたいと思います。ということで、まあ、ご覧の通りにですね、こちらのノスタルジアコレクションのランダム品が買えておりません。というのもですね、まあ、金曜日のお昼からだったんですよね、販売が。なので私は当然お仕事中で、でお昼休みもですね大体2時前後に撮ることが多いんですけど、なのでね、もうアクセスした時にはランダム品がほぼ完売ということでね、いやーまあね、予想はついてたんですが、まあ、買えずにおりました。でその後18時に再販があったんですけど、まあ、18時もですね私まだ仕事中で、だいたいね8時9時ぐらいまで仕事してることが多いんですけど、まあ、なのでね買えずにおりました。もう残念で、先日ねまた再販ということでね販売されたんですが、そちらで買わせていただいたので、まあ、そちらがね届きましたらまた動画にさせていただきたいと思います。ではね、購入できたアクリルブロックだけ見ていきたいと思います。じゃあね、じゃあまずはねレンくんです。可愛いですね。いやバースデーグッズのねものをまだねそのハマってない時期だったので買えずにいたのでね、こうやってまたグッズ化していただけたのはすごい嬉しいと思います。いやーかっこいい、いいね。いや、かけつくね、うん。いや他の方もね買おうと思ったんですけど、ちょっと今回欲しいものがたくさんあったのでね、まあ推しの4人ということでこの4人させていただいたんですけど、再販分と一緒に長尾さんのやつもねビジが好きだったので買わせていただきました。でヒロのやつはねあれ買ったのかな、誕生日グッズと一緒に購入した気もする。そして君の隣に虹三次のポストカードセットですね。こちらが AB それぞれ1個ずつ買わせていただきました。まあ1セットずつか、うん、で2セットずつ買ってもいいかなとも思ったんですけど、あ今回ねこちらにはヒーローがいないので1セットずつにしました。でまあこのままね保存したいなと思いますので、ちょっと開封はしないんですけど、まあ、ラインナップはね公式ページをご覧ください。そして唯一アクリルパネルを買ったのはボルタクションですね。いや 3S ゲームもちょっとね気になってたんですけど、まあ、ビジュ的にボルタクションのこちらのねなんかわちゃわちゃした感じが好きだったのでこちらを買わせていただきました。じゃあこちらね開けてみましょうか。アクリルパネル綺麗なんですよね。じゃあ開けてみます。はい、ということでね、ちょっと袋に入ったままなので反射が激しくて見づらいと思いますが、まあ、こんな感じですよということで雰囲気だけでもつかめていただけたらと思います。いやいいよね、なんかこの4人のさこのわちゃわちゃ感が、うん、印刷もね結構綺麗だと思います。いや昔のさこういうアクリルグッズって結構印刷が荒くてあんまりね好きじゃなかったんですよ、アクリルグッズが。だけど最近はもう本当にプリントが綺麗になったので、いやこのアクリルのこの透明さとこの綺麗なプリントとということでね、めっちゃいいですね、うん。これはね、あー 3S 系も買っとけばよかったかなちょっと迷ったんだけどね、この4人のにしました。続きまして妖怪バンカを見ていきたいと思います。妖怪バンカね、以前こちらのお札風カードですね、こちらも買わせていただいてるんですけど、まだ開封してません。ではこちらはねライブ配信で皆さんと一緒にわちゃわちゃと開けていけたらいいなと思っております。入ってるものも決まっているのでね。では今回の購入品を見ていきたいと思います。まずはアクリルスタンドですね。いやこんな感じちょっと浮いちゃって申し訳ないんですけど、あこんな感じで、まあ、まずレン君ですね、うん。いやこういう感じのさアクスタ、まさかね、あ当時の普通のやつもいいけど、まあ、こういうお札型っていうのかな、これもかっこいいよね、うん。まあ、カード好きの私としては結構いい感じなデザインじゃないのかなって思います。そしてヤライ君ですね、いいよね、かわいいにゃんこ耳。そして今まあ高校の妖怪バンカーはね、まあ、推しが一応3人ということなので、まあ、買いやすいは買いやすかったですね、まあ、そこまでいっぱいいるとさどうしようかなってなるけど、まあ、この3人なので、まあ、買いやすいですね、うん。ではねこちらのミニポスターを開封していきたいと思いますが、もちろん狙いはこちらの3人ですね。でそうね、一応ね16個買ってあるんですけど、どうかな、出てくれるかな
ドキドキなんですけど、じゃあちょっとねこの上だけねカッターに切れ目を入れて準備したいと思います。それでは見ていきたいと思います。一応こちらのねこう入ってた順番っていうのかな、まあ、こんな感じで入ってたんですけど、こちらの順番を崩さずに並べておりますので、いやでも順番通りには入ってないと思うんですけど、まあ、気になる方はねご参考程度にということで、じゃあまず1個目いってみましょうか。いやドキドキ。いや推しはねこの3人なんですけど、いやでもねこの記事みんないいんだよね。そうもうほんとセリーさんとかも妖艶でいいよね。クズハさんのこういう感じとかもいいし、いやみんなかっこいい。なので、まあ、全部出てくれたら嬉しいけど、まあ、16個だからね全部は揃わないと思いますので、とりあえず推しが3人が出てくれたら嬉しいなと思いながら、もう分かっちゃうのかな、パッて出せば、まあ、せーのほい、あ分からない仕様だねこうだったんだ。じゃあちょっと見てみましょうか。せーのほい、おおこれはあれかな、源月さんでいいのかなごめんなさいね、まだね2時3時のライバーさん全部を把握しているわけではないので、ちょっと知らない方もねいらっしゃるんですけど、間違ってたらあのコメント欄で教えてくださると嬉しいです。いやまだまだ全然あの初心者なので、ちょっとね丸まってるのでこのまま、うん次これ伸ばすのが大変だよね。ちょっとさ丸まってる後をこう伸ばそうとして反対側に丸めるとなんか変な折り目がついちゃうので、そうなのでね、こう押してっていうかなんか平らなものでこう挟んでしばらくしておいた方が綺麗に伸びるかなと思います。じゃんじゃんじゃん、お願いします。せーの、ほい、お、あこれはあれですね、剣持さんでいいのかな、うんいやかっこいいじゃない。あいいね、ちょっとこの上からさこう見下してくる感じのイラストがいいですね。やっぱミニポスターって言っても割とねこの大きさがあるので、うん、大きく見れるの本当に私好みなのでこれいいですね。綺麗にちょっとね、次置いとく場所が大変だなこれね。2、3、ね、さあどうだ、せーのほい、お来ました、やりました。あたらいひまりくん、うわですね、えかわいい。いやまたさこういう風に大きくなってると細かいところのこう塗りっていうのかな、ちょっとさイラスト描く身としてはあこうなってるんだみたいな感じでね細かいところが見れるのが好きです。いやいいですね、やりました。じゃああとレイくんとライくんが来てくれれば第一目標は達成となります。いやもうウェン君の幸運をさちょっともらいたいよね、本当になんか引きがいいもんね。いきます、せーのほい続けてきました今ですね。いや嬉しい、一つじゃあ飾れるもんね。やっぱりさ一個だけだとどうしようかなって思っちゃうんだけど、せーのほい、お、リキッチさんですね。わーめっちゃかっこよくない、色がすごいわ、ちょっとこのなんかビューティー感が増してます、すごい。よっ、あ、さあさあそろ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 ウェン君かライ君か来てほしいな。せーのほい、おやまた続けてですね、結構あれだね重なってたりするね。はい、お願いします。せーのほい、おや、あローレンさんですねあー、いやいいじゃない、鬼かなこれはね、うん、ここ上から上から見下ろしてるのいいね。次、いやこれで一つの束の最後ですね。さあどうだ、お願いします。せーのほい、おや、あかなえさん、あこう、あこういうんだったんだ、わあすごいめちゃめちゃ妖艶じゃないですか、すごよいしょ。じゃあ次の束行ってみますね。それでは次の束行ってみたいと思います。折り返しの半分ですね。さあ誰が出るでしょうか。お、いきます、せーのほい、お、おこれはちょっとわからないけど、でも髪型とこの目の色だとワンチャン夢追いさんだったりします。どうだろう、ちょっとラインナップまた確認しようかな、うん、なそんな気もする。いやお願いします、ヒーロー来てください、私を助けに来てください、いきます、せーのほい、あクズハさんだ、いやクズハさんも欲しいって思ってたけど、でもカナエさんがねさっき出たからちょっとセットでいいですね、うん、いや似合うよねやっぱこの人はこういうのが。次、よっ、せーのほい、おや、あセリンさん、セリンさんのねこのなんか月をバックにした感じ好きだったのでちょっと欲しいなと思っておりました。いや綺麗ですね、うん、よっ、あちょっともう本当に推し出ないあるある、お目当て出ないあるあるなんですけど、もういつもそうよ私。せーのほい、あこれはアッキーナさんですかね、これは可愛いな、着々とちょっとさ揃っては来てるけど、ヒーローどうした、
あ、いいですね、このペロッとなってるのが可愛い。さあ、どうでしょうか。来て、おくんなまし。せーの、ほい。あー、これはさっき出ましたね。次。わー、どこんだけ、ちょっと本当に。いや、また買い足すか。どうだ、いきます、お願いします。せーの、はい。来ませんね。いや、みんなかっこいいんだけど。いや、あと2個、ちょっと待って、この後2個でさ、2人出てきてくれたら嬉しいけど、なんかちょっと、いや、開いてない、よいしょ、はい。どうだ、でも赤が来たらウェイ君かな。お願いします、せーの、ほい。違うっていうね、まあまあまあ、いつもそんな感じよ。次、いや、これラスト、お願いします、どっちか来てほしい。せーの、ほい。来ない、来なかったですね。いや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 。まあでも、ヒマが2枚来てくれたから、まあまあまあ、まあ、そうね、不幸中の幸いというか、まあ良かったかなと思うけど。こんなに出ないことある。続きまして、ニジストア4周年メモリアルグッズを見ていきたいと思います。まずはクリアファイルですね。じゃあ、ということで、まさかの長尾さんも買ってしまいました。いや、ほんとね、長尾さんの美中好きなんですよね。うん。で、あの、虹さんじはあんまりよく知らないときに、こちらのね、ローソンコラボの方もなんかもらってきたというね。まあ、ヒバもいたんですけど、その時もね、ヒバもよく知らないというかね、見たことはあるけど、なんか名前知らないなみたいな感じの時にもらってきたんですけど、くらいにはビズが好きなのでね。そして、じゃじゃーん、キュンメロ、エン君とカケツ君ですね。いや、これいいですよね。このさ、恐竜の、ほんとぬいぐるみ抱いてるのとかめっちゃ可愛い。うん。そして、ダイ君ね。いや、ヒーロー、リト君とさ、テツ君のやつもあったんですけど、それね、買ってから、さ、注文してから気づいて、うわーと思ってね、そこの時は買えなかったんですよね。もう見逃したと思って、ちょっとそれはちょっとショックでしたね。そして、こちらのチェキなんですけど、いや、これね、私がこのアクセスした時は、もうほんと完売だったんですよ。で、ああ、そうだよね、もう1時間、2時間も経ってるし、と思って、諦めてたんですよ。だけど、なんかホームに戻って、またね、違うグッズをちょっと、めぼしいものあるかなと思って、こう、見てた時に、え、なんかね、カートに入れるボタンがあったんですよね。なので、ちょっと入れてみたら入ってさ、なんかキャンセルが出たのか何なのか分かんないんですけど、たまたま変えて、まあ上限40買おうとしたんですけど、40は入らなくて36あります。なので、こちらをね、開封してみていきたいと思います。それではね、1枚目から開けていきたいと思います。もうさっきの妖怪バンカーでさ、ライ君とエン君出なかったから、せめてこっちでは来てほしいですね。いやー、あんなに出ないとは。でも本当あれだよね、ワイメンの時もそうだったけど、今年はそういうのが続きますね。じゃあ1つ目いきます、せーの、ほい。お、カケツくん来てくれました、最初。おお、いいですね。まあ、ちょっといつもの雰囲気とはね、違った、なんか大人の雰囲気というかね。もうこれ可愛いですよね。次、これもね、ラインナップちゃんとよく確認してないというかね、まあ、お名前だけ見てもね、ちゃんと顔と一致しない方とかもいらっしゃると思うので、まだ全然知らないので、まあ、せーの、ほい。あ、カケツくん、いや、いいですね。いや、ほんとクリアファイル買っとけばよかったと思ってね、後から気づいたんですよ。いや、キリンちゃんも可愛いですね。うん、これ挟まってるからこのまま出せないのかな。いわーせーの、はい。あ、オリバーさんかな。おー、箱のなんかほっと一息みたいな感じ、いいです。裏ってあるの、あ、裏こんな感じ。あ、待って、もしかしてみんな色のイメージ、あ、そうだ、イメージカラーだ。あ、すごいすごい、これはいいですね。次、よいしょ、せーの、はい。あ、来た、よかった、来ましたね、メイくん。あー、ほんとこれかわいい。次、で、あとはライ君とワンちゃんの野郎さんが来ると嬉しいなと思います。あ、あとテツ君もいる、テツ君も欲しい。せーの、はい。あ、リト君2枚目。たださ、上切るとちょっとなと思って、上は切りたくない派なんですけど、せーの、はい。お、うずきこうさんかな。なにこれ、めっちゃ可愛いんですけど、もぐもぐタイム。そしてなんかキラキラなってるのが美味しいって感じで可愛い。せーの、はい。あ、レン君2枚目。いや、嬉しいね。もうほんとさっきのリベンジで、いや、物は違うけどさ、これ一応ね、また再販された時に、この前の再販の時に買い足したんだけど、せーの、はい。あ、またダブル、結構ダブルのかな、何種類あるんだっけ。それすらも把握してないっていうね。せーの、はい。あ、てつくん来ました、やった。あ、いいですね。やっぱ1枚の絵で見たかったな。ここダメ、ね、せーの、はい。あ、いや、さっきので1枚くらい来てほしかったな、こんだけ出てくれるのなら。ねえ、ちょっとバランスがさ、なんでだ。いや、ほんとね、今年の運気がね、ほんと激しい。いや、いつもね、割とね、運はいい方なんですよ。なんか検証っていうの、抽選で当たりますよの
時とかのそういうものとかも割とね当たる方なので運はいい方なんですけど、今年がね本当になんかなんでだろうな、厄年せーのほい、あー来たー、来ましたね。あいつもの可愛い感じも好きだけど、これ なんていうの、ちょっとかっこいい感じいいですね。え、どこに置こう、あ、どうぞ、あ、いいかな、いいか。あとはじゃあ長尾さんとか欲しいな。美人本当に綺麗だよねあの方。あのなんか中華チャイナっぽいさ衣装あるじゃないですか、あれめちゃくちゃ美人さんだなって思うんですけど、あとさなんかやりとりとかもさ長尾さんさあの結構あのなんかいい海田さんとか困らせてるのとかいいね。せーの、はい、あ、オリバーさん結構来ますね。トメツくんとかライくんもっと来ていいんだよ。せーの、はい、あ、テツくん、そうね、テツくんもまだ1枚だったからね。そうそう、ヒーローはね何枚あってもいいんだよ、いっぱい来てくれていいんだよ。せーの、お、はい、あ、やってたら来ましたね、ありがたい。次ライくんがもう1枚くらい欲しいな。せーの、はい、あ、やってたら来た、いいですね。ちょっと自分というか音声認識というか言ったら来る、いやもうさっき言っても来なかったんだよね。せーの、はい、お、いいですね、巻き返しがえぐいお前でもさ妖怪文化の方で本当に1枚ぐらい出て欲しかったな、マジで。あれでもそうね、もう買い足したい気もするけど他のグッズとかもね次々と出てくるからさ。せーの、はい、くずはさん、あ、いたんだ、かっこいいじゃない、いいですね。ね、あの二次三次本当にグッズがさコンスタンスに出てくるじゃないですか。だからねスレースゲームのフレグランスもね結局ね買っちゃったんで、結局ね買っちゃったんですよ。なのでそれがね届いたらまた動画にしたいと思いますけど、せーの、はい、あ、続けてくずはさん、え、あと誰いる、長尾さんいるよね、ここの中に。だってクリアファイル買ったもんあれどうした、せーの、はい、あ、これこの前教えていただいた方ですね、春崎えはるさんですよね。いや、この前のあの特典の20スター3周年の特典のステッカーでね、まあ、これとは違うビジュだったんですけど出た時に、あ、誰だろうって言ってたら、まあ、コメントでね教えてくださる方がいらっしゃってありがとうございます、春崎えはるさん。次、せーの、はい、あ、来ましたね、長野さん来ましたおお、このビジュはずるいですね、いや、いいね。また誰かいるのかな、とりあえず、まあ、ヒーロー もうちょっと出てもいいよ。せーの、はい、あ、アキナさん、サイグサアキナさん、さっきのね妖怪文化でも出てきてくださいましたけど、アキナさんもいいよねこの子っていう顔がいいんじゃない。いや、まだまだある、そう、36枚変えたのがでかいね。え、なんで変えたんだろう、キャンセルだったのかな、マジで。本当に最初にアクセスした時はもう欲しいそのランダムグッズはみんなね完売だったんですよ、なんでだいや、もうでもあのキャンセルになっちゃった方だったら本当に申し訳ない、私が買っちゃったじゃなくて普通になんかのエラーでだったらまあいいかなとも思うんだけど、本当になんだろう、なんかの手違いでね買えなかったって方だったら申し訳ないなって感じなんだけど、せーの、はい、おい、これがさっきもあれだったけど夢追いさんでいいのかななんかさ、夢追いさんさ いつものビジだとわかるけど、なんかこういうグッズのイラストになるとちょっとね特徴がまだに把握しきれてないのであれなんだけどな、ま、でもちまちまとね覚えてるよ、いろいろな方を。女の子もいっぱいいるからさ、二次三次ね、何いるんだろう今。せーの、ほい、あ、またいや多いと大変だよ覚えるのがEN の方とかもね含めると本当に、あとあれか韓国の方とかもいらっしゃるんだもんね、いや大変だせーの、ほい、あ、チェリーさんもいらっしゃったんですね、うん、いや、いいですね。ちょっと待って、置く場所が置く場所がなくなってきてる、よいしょ、え、長尾さんもちょっと欲しいな、せーの、ほい、あえ、ちょっと待って、さっきからさ欲しいって言うと出てきてくれるよね、なんだそういうシステム。じゃあヒーローいっぱい出てきてそれ妖怪バンクで発動してもよかったんだけどな、なんでだ。せーの、はい、あ、秋野さん、あ、そうだ、まだ1枚しかない方とかは2枚ずつぐらい出てきていただいていいよ。せーの、はい、あ、そうねさっきから言った通りになるよ、なんでだ、なぜこれをさっきで妖怪バンクで発動できなかった、どういうこと。せーの、はい、本当になんか着々と2枚ずつ、あとはうずきさんがもう1枚出ると2枚ずつになるのかな、あと出てない人いるのかな、多分でもこんなぐらいだったよねラインナップ。せーの、はい、あ、リトくん、いいよ、ヒーローがいっぱい出るのは本当にいいよ。せーの、
せーのが差しって言っちゃうよね、せーの。あ、やってたら来た。これは本当に順調でしたね。あと、まあ、何枚かだけど。あ、よかった、これは。これでさ、出なかったとかだと、まあ、買い出してはいるんだけどね。ほい。うん。買い出し、妖怪挽回にすればよかったかな。まあ、いっか、せーの。はい。おりとくん。せーの。はい。お、さっきとうずきさんがまた連続して出てきてくださいましたけど。え、ライくんもちょっと欲しいな。2個しかない。あ、てつくんもあと2枚だ。 2枚しかないもんね。せーの、ほい。あ、えんくん、これはでもいいよ。で、あと3枚どうだ。いいよ、いっぱい来い。よいしょっと。お、えんくんいっぱい来てくださいますね。よいしょ。せーの、ほい。あ、てつくん、いいよいいよ。で、そうね、ライくんがまだ2個だから、ライくんが来たら大当たり。最後は誰で締めますかね。せーの、ほい。あ、マジで本当に、なんでこのカードの時は言った通りに出てくれるの。ということで、4周年メモリアルのチキフカードはこんな感じの開封結果となりました。いや、このチキフカードに関しましてはみんな2枚ずつ以上出てくれたし、さらにこのね、ヒーローが多めに出てくれたのが私的には良かったかなって思います。いや、もうなんで妖怪バンカーで引けなかったかな。最後は虹スター4周年記念の特典カードを見ていきたいと思います。2箱分で10枚10枚20枚ありますね。で、ラインナップに 3S ゲームが入っているので、そちらをお目当てに開けていきたいと思いますが、まあ、あやかきちゃんたちもね、可愛いので、まあ、全員揃ってくれたら嬉しいんだけど、まあそんなことはあるのかないのかということでね、行ってみましょうか。じゃんじゃんじゃん。そうね、 3S ゲームみんな来てくれたら嬉しいけど、ネッスくんが欲しいな。お願いします。さっきの音声認識をまたね、再現してくれたら嬉しいんだけどな。いきます、せーの、ほい。あ、ゆうせいくんですね。お、 3S ゲームいいじゃない。次、これでさ、順番になっててくれたら嬉しいんだけど、得点は割となんか順番になってたりなかったりみたいな感じじゃない。せーの、ほい。あ、キサラちゃん、キサラちゃん。なかなかにね。そう、あやかきちゃんも可愛いよね。せーの、ほい。ネスくん来ました、やった。これが一番のお目当てでしたね。あと、カイセイくんが来れば、3SK も揃うんだけどね。カイセイくん来てほしいな。待って待って、せーの、はい。あ、レンレンちゃん、チュマ。かわいいですね。うん。あの、クズハさんのさ、モノマネ、あれ面白かったよね。うん。レンくんもさ、なんか真似してるのが面白いけど。あの、誇張が過ぎるよね、クズハさんのやつ。でもさ、クズハさんのやつを見て、あの、ルンチョマちゃんを見ると、もうそんな感じだよな、みたいな。似てるんだよね。せーの、ほい。あ、ヒロさんもいましたね。そっか。なんだっけ、この子たちもね、いるんだ。そうだ、そうだ。じゃあ、ルリちゃんとトトちゃんもいるんだね。そっか。で、スペシャルは入ってないんだよね。せーの、ほい。おい、ブブブブブ。せーの、ほい。うわ、誰だ。待って、緑が見える。返せくんじゃない、ほい。あ、来たー。3S ゲーム揃いましたね、やったー。でも、カイセイくんさ、ミランさんと結構なんか、あの、コラボとかしてくれてるのがね、なんかいいよね。次。いや、お目当て来たからもういいな、誰でも。なるべく被らないで出てほしい。せーの、はい。あ、下手だな、私。ほいほいほい。誰？あ、しがりこちゃん。あ、かわいい。しがりこちゃんのさ、この、なんていうの、口、上唇のさ、真ん中がポコンってなってんじゃない？これめちゃくちゃ可愛くないですか？これ、ここね、好きなんだよね、私。さあさあ、あ、そうそう、 3S ゲームはね、あの、ちゃんと初配信から見れてる二次三次のライバーさんですね。うん。ヒーローはさすがにね、あの、見れなかったんですけど、そう、せーの、ほい。あ、トトちゃん、タッチッチってトトちゃんですね。このカラフルのさ、髪型で、このリボンヘアが可愛いですよね。これ一番最初にさ、こういうの、リボンヘアをやり始めたのって誰なのかなって思ってたんですけど、なんかどうやら、あの、セーラームーンの原作者の竹内直子さんが、なんかセーラームーンで、こういう髪型を、なんか描いたのが初めてなんじゃないかみたいな説が、なんか有力らしくって。すみません、カメラが途中で切れてしまいました。まあ、さっきのね、お話の続きだと、まあ、そういうことでね、いや、すごいねっていうお話をしてたところだったんですけどね、まあ、諸説あるのでね、別の方っていう場合もあるんですけど、いや、まあ、セーラームーンのその竹内直子先生はね、なんかそういういろいろなこうデザインみたいなのが、すごいんだよね、本当に。あの、仲良しのさ、1月号とかでしたっけ？なんか、あの、最初にカレンダーが付録として来るじゃないですか。あれね、なんか好きだったんだよね。いきまーす、せーの、ほい。じゃん、あ、モネちゃんかな。うん、これ裏にさ、名前とかないのかなって思ってたんだけど、ないんだね。モネちゃん。次。ほい、ほい、ほい、ここ。いや、
今のところダブりないですね。まあ、こういうことを言うとダブってくるんだけど、言いたくなっちゃう。せーの。はい。あ、ルナちゃん。そうね、やっぱり言うとダブるんだよね。じゃあ次の10枚行ってみます。いや、こっちにも 3S ゲームが入ってくれてると嬉しい。せーの。はい。あ、ミランさん。そして。せーの。はい。あ、ルナちゃんが多いんだけど。あ、めっちゃ可愛いけどね。せーの。はい。おい、よいしょよいしょ。あ、ネスくん来ました。よかった。まあ、2枚ずつ来てくれたら本望だよね。せーの、はい。あ、また、え、さっきもこんな並びじゃなかった？あ、でもミランさんとかが後から来たのか。せーの、はい。あ、ゆうせいくんね。いや、あと、かいせいくん来れば2枚ずつ 3S ゲーム揃います。いや、来てほしいね。緑。緑来い。せーの、はい。あ、いや、あと、ルリちゃんと、玉ノ井奈々ちゃんでしたっけ？あ、来てないね。せーの、ほい。あ、来ましたね。玉ノ井奈々ちゃんですよね。玉っていう字がね、私と同じなので、ちょっとね、気になってました。次。あと、3枚。読み取り来い。海星くん、おいで。せーの、ほい。あ、しがりこっちゃん。そして。いや、来い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 。せーの、ほい。はい。また出すのが下手っていうね。もう見えてるんだけどね。トトちゃんですね。ちょっとごめんなさいね。下手すぎる。ほい。じゃあラストです。これで、かいせいくんが来てくれたら嬉しいけど、もうルリちゃんが、ね。せーの、ほい。あ、かいせいくんが来ます。いや、嬉しいな、嬉しいんだけど、ちょっとルリちゃんも欲しかったな。ということでね、得点の開封結果はこんな感じとなりました。まあ、目標のというかね、お目当ての 3S ゲームが2枚ずつ揃ってくれたのは嬉しいんだけど、ちょっとルリちゃん欲しかったね。そうすれば全種類揃ったのかな。ということで、20スター4周年を記念したグッズのご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。